ニュースとナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の石野信子さんです。さあ、今夜は何が見えたでしょうか。史上最高の焼き物から、はい、限りなく透明に近いブルーが見えます。<laughs> あ村川さんにかけて。はい はい、そうです。あのね、えっ、ー、と、大阪のね、私立なんだ、大阪市立なんだけど、東洋当時美術館って行ったことありますか?。すみません、ありません。あ、行ったことないならば、はい、ぜひ今、行ってください。今、うん、今すごいイベントをやってるんですよ。史上最高私史上最高って言いましたけれども、はい、パンフレットなんかとか。ええ、その東洋当時美術館の外の大きなまん、で、まんまにはですね。はい、人類史上最高の焼き物。<laughs> っていうふうに思いまし すごい大きく出てるんですよ <laughs>、はい、でもねあのまあそれ言うのもそうなのかなというぐらい、はい、ここバックグラウンドの話もあるし<ー>実際にね見てもね素晴らしいというのが分かりやすいという意味であ、はい、あの面白い。でこれねう、えっと、去年のもう12月からやってるので今更な話題なのかもしれないし、えー、たくさんもう行ってらっしゃると思うんですけれども <laughs>、はい、私は先日やっと行ってきていやすごいなと思って。 とにかく美しいビューティフルそれでうんあの多分これね東京でやっていたらあらゆるマスコミがまたもう煽り立ててですねすごく行,行列もできて見るのが大変だと思う、うん、そこがあのありがたい大阪でねそうですほどほどの人数でゆ、はいはい く,っくり見えます静かにでこの東洋当時美術館というのは中之島の川沿いにあってすごく静かないいとこにあるんですよ。それであのただ東洋当時私も何回か行きましたけれども過去にないぐらいそこそこの人でなので、はい、これ3月3 26日までほぼあと1か月ありますけれども東洋当時体験するならもう今。 という感じなんですねでこの「豊臣秀美術館」というのは「あたかコレクション」という、まあ、本当にあの世界でも有名な東洋のいろんなものを集めたあのたくさん持ってるんですけれどもそこが、まあ、自分ところのものもすごいんだけれども今回はですね あの台北の台湾の台北の,あの国立呼吸博物院というねもうさ世界最高のものがあるそこのですねもうあのそれこそ人類史上最高の焼き物と言われるですねあの政治。 政治白字っていうのを聞いたことがあるでしょ。ね、なんかね、はい、そうそうと時期ですね。はいうん、でこれはあのまあ中国なんですけれども、ももちろん朝鮮にも有名なマンありますけど、朝鮮政治ってあのそういう、はい、そこの中でも最高峰とされるのが上陽女というところの窯なんですけれども。うん これがあの、女優政治というのは、その焼き物の中でも特別な、だそうです。はい、私も初めて知ったんだけどね。<laughs> はい、でそれは何かというと、まあ、千年ぐらい前の。北宋というところ、はい、北宋というのはですね。まあ、言ってみも文化がものすごく成熟していた時代で。で、その当時。 にその政治とか白磁とか最高級のものが作られたんだけども中でもその「女というところであの宮廷用にまあ皇帝向けのものを最高級のものを作らせたものがあるんだけれどもそれはわずか20年ぐらいしか作られていないんだって、うん、いと、うんうん、なので女王で作った政治っていうのは世界で90点しか伝来してないんです。 ですねまあ、ほとんどはその皇帝がずっと愛玩してあのそれで収めた古級博物院で、まあ、ほとんど台北にあるんですけれどもその,あの政治珍重される中でもう最高級とされるのがねその、えっと、世界で90点、うん、そのうちの中でも品物として名品が多いのはここに今写真があるんだけれども「水仙盆」ンンという何て言うのかな何て言ったらいいのかな。 うん、お盆いい <laughs> <laughs> ちょっとあのグラタンザロはちょっと大きくしたる形ですねそれの薄い政治なんですけれども、はい、この「女王の推薦本」というのはですね、えー、っとこれがまあその女王政治の中でも最高級とされてるんだって。うんうん、でこの政治というのは青ですけれども。 これは特に淡いブルーですねそうですねの北宋という時代のある皇帝がね、えー、っとその空の雨上がりの青を見て<ー>空を見てあの青を出すような陶器を作ってほしいとか言うわけですよ。<laughs> それでなんかいろいろ研究して作られたのがこの「はい、えっと女王政治の推薦本」と言われるものなんですけれども。 まあそれがですねその後そのどんなに再現しようとしてもそれが再現できてないわけですね色とか色が、うん、それ分かんないんですよ秘密でそれであのそれをものすごくあの皇帝たちが中国のが大事にした中でも特に大事にしたのが清朝ですね。うん、と新朝の 勘留亭という勤留ごめん勤留亭というあね習い,習いましたね、はい、この人がも,うものすごく愛した品物がですね今回来ているわけです。えー、最人類史上最高でその推薦本世界に、えーっと そのまあほとんどは台北にあるんだけれどもそのうちの素晴らしいもの上位5点がですね、うん、今大阪で、あのー、集結しているんです。うん、まあ5点というか4点来て1点はこのもともとこの東洋、えー、当時持っているものそれがまあ全部並んでるんです。 であの一つ一つそれこそすごい同じ形なんです。みんなグラタンザラみたいな形。はい、ブルーなんだけど、はいはい、だけどねそのえっと一つ一つを見ると、うん、この人類史上最高という一点があるんですね。うんはい、それはこの同じ推薦本と言われているものの中でも政治無紋推薦本と言いましてですね、うん、要するにもう傷がない。うん 聖寺とか白寺っていうのはこのガラスの表面にこうひびみたいなのが入っていて、はい、でこれ「貫入」といわれるものなんだけど焼き物の中ではそれがまあ味わいがあるとされるんですけれどもーーそ,あのそれが一切ないんですよ。でそう完璧な美しさというのは焼き物は割とそういう景色があるこうちょっといびつな形で喜ぶでしょ。だけど完璧な,この完璧なそれにね なんかちょっとライティングが、ねうん、工夫してやるんじゃないかいうからそれでこう並べあの5点6点が並べられているのを見てもこの「錦鯉亭」が一番愛したです、ねえー、もの。 人類史上最高のものが誰が見ても美しく見えるんですよそれが本当に不思議に、うん、本当に透明感のあるブルーなんですよ、はい、で、それはねあのこの謎がいろいろ多いのは この女王の窯というのがどこにあるかとかそんなものを使ったというのはつい最近2000年ぐらいに発見中国で発見されて研究が進みつつあるのとそもそもこの「推薦本」というものがあの何に使われたか分からなかうなんですか 犬とか猫の,、ねええ、あのその愛んの餌とか水が入れてたんじゃないかとも言われるんです、はい、そう <laughs> 確かあんまり美しいのでね、はい、この裏にこの自分の塩を掘ってるんです、えー、それもすごいでしょ自分で掘るんだからその塩ね、はい、そこにそういうふうに「犬の餌を入れたらしいね」ということもあるけれどという言葉があるんだって漢詩でね。<laughs> だけどそんなことはないだろうとみんな言われてて、はい、でその「水仙」というのはお花の水仙ですけど。 水仙みたいな入れたんじゃないかという名前がついたのは最近なんですよ。うん、あ、最近。うん。だから別に花を入れてたかどうかもわかんない。はい けれどもね、似合いそうですけれども、ねうん、似合いますかで、はい、そういう、もう、門外不出のものが、来ているということと。それで、あの、この、女優の政治って、世界に少ないんだけれども。つい最近、は、日本で、発見されたものっていうのも、実はここに。はい、えっと、一点ですね、出たりしているんです。えー、で、この女優の政治っていうのが、いかに貴重かというのは、ね、二、二年。 ほど前だったかあのと香港でねオークションに出たことがあるんです一点ねでそれはね二十三億円二十三億円でそれは数千本じゃなくてちっちゃいちゃちっい小皿本当に手によるようなはいでもそのちゃわりよりこっちの方がずっと値打ちがあるからこれはそれぞれが何百億とかそんなことも思いながら。 面白いんじゃないかなと思うんですけどここねぜひ本当に3月26日までやってますので、はい、いっぺんいってみてください、はい、アンカーマンの目でした